どうも、虹色ライダーでございます。虹色ライダー始まりました、勝手に。ということで、お二人に来ていただきました。よろしくお願いします。お願いします。ということでね、ちょっと定番になってるんですけれども、カウントダウンの、映像特別編ということで、僕は音声でいつもやってるカウントダウン TV を、たまには映像、まあ二人が来た時はね、映像でやろうかなと。ありがとうございます。ということなんですけれども、今回ですね、2002年の、年間、カラオケトップ10を見ていこうかなと。2002年我々17歳ですわ。17歳、ドンピシャ、ドンピシャ高2カラオケ行ってましたよ。めちゃくちゃ。ちょっと見てみましょう。セブンティーンですか。はい、セブンティーンですよ。ここにあります。おお、はい、10位、はい、アゲハチョウポルノグラフ。出た、歌ってた。左左とパンツがどこ行った。9位エブリスイングミシャ。はい、出た。ブーズンステーキなんですね。これ8位、津波。いやー、津波来日記。風見たまたちょっとどうでしょう。ちなみに津波2000年の歌なんですよ。すごっ、2年間、2年経ってもまだ8位。みんな歌ってた。そういうことですか。いや、爆発的なヒット曲でしたよね。まだいるんかいっていうわ、ことですね。2年後も。そして7位、リアリスト、浜崎あゆみ。出た。これはなんだ、そういう感じですね。静かだね。そうですね。イメージの歌。あれ、これレコード大賞取ったやつじゃん。ああ、そうかも。このぐらいの時ね。いやー、ちょっとすいません、忘れました、群青。なんだ。なんか、なんでしょうね。浜崎っぽくはない。はい、6位、はい、ユーゴー・ユア・ウェイ・ミストリー。来た来た来た。川端なんですよ。いいですよ、サングラスもね。おーは言いづらいね。さあ、5位、シークレットベース、君が書いたのゾーン。はいはいはい、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 全部歌いますわ、今これ。すごいな。4位、あなたに。あー、モンパチきた。これそうだ、うん、当時、いや松田聖子の曲なんじゃないかと僕ブチ切れてたんですよ。なんですか、あなたに会いたくて。それはあなたに会いたくてって曲だよね。あなたにだけでそこまでブチ切れなくてもいいんじゃないですか、それはね。これは3位、はい、クラシー、来た、アイドリー。あれは、もうかな、すごい、何が、あれは、あれが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 、あいや、これすごい人気すぎて、はい、あのスナックの70のおばあちゃんが歌って、おばあちゃんっていうか70のおばさんが歌ってたんですよ。いや、70でも刺さったわけね、スナックで。ほら、あれだ、そのおばさんね、だからサッカーときっちり説明なしでいきなりやられても、あそのスナックの70の目とはならないよね。そういうことね。合点がいきましたよ。1位、甘い色の髪の毛。はー、そういうことね。甘い色の長い髪をセットするの大変。確かに CM でも流れた。いや、この歌、ほんとカラオケ行ったら女子絶対歌ってましたもん。間違いないですか。1位がうなずけますね。歌いやすいよね。そうですね。これもともと昔の歌だった。そうそうそう。はいはい。これが1位ですか。これが1位になったね、年間では。はいはいはい。なるほどね。モンパチじゃなかった。いや、モンパチも歌いましたよ。全部歌えるな。全部歌えますね。まあさっきディアレスと歌えてなかった。あ、ちょっと危なかったですね。すいませんね。いきなり人差し。やっぱ気になっちゃうんです。嘘つかれるとか。まあ、浜田舞はちょっと英語な、英語多いじゃないですか。というか全部英語。M とかだったら覚えやすいじゃないですか、あの M だけ。タイトル、タイトル。いや、変わらない、わかる。浜崎あゆみって、曲名だけ見てこの歌ってなかなかならなくないですか。はいはいはい。
はいはい、難しい曲もすごく多いし、そう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 、聞いたらこの歌ねってなるけど、あ、これかみたいな、そうそうそう、そうそう、めっちゃわかります。なんかカラオケで流あの、うん、あそこでもわかんないですよ。ピッ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 っていう段階では、あ、スーパーでこう出る字幕でね、はい、はい、ビジュアル系のあれかなと思ったら、今日も嬉しかった、そう、あ、これかとか、これトラウマか、トラウマだ、いや、これがだからなかなか難しい、いや、あーシーズンズ、もうそうです、そうです、シーズンとかもね、あ、これボヤージュですいや、そうです、そうです、今日が、そうだ、それだエボリューション、あやめて人を名付けてくれ、あ、そうだ、アップテンポ、悲しい笑いがついたよ、きっと学べる、あ、しくってきっとセラキラのちょっと登場で高いなぁ、ダメだぁ、おーやーい、いやー、じゃないですよということで、はい、アップテンならね、こんな感じで、うん、まあ、さらっと、はい、来ました、はい、はい、ということでカウントダウン、映像特別展、うん、他にもね、あのもう一本ぐらい撮ろうかなとちょっと思っておりますので、またちょっと時間、別な時間作って、はい、やりたいと思いますんで、はい、楽しみにしていただけたらなと思います、はい、じゃあ平木さん最後締めちゃってください、最後お願いします、カラオケトップ10